ニュースポストセブンです。週刊ポストは、総務省が11月26日に公表した国会議員の資金管理団体や関連政治団体の昨年分の政治資金収支報告書を精査し、飲食代や会合費などの名目で多額の支払いが行われていたことを突き止めました。自粛措置のけで飲食会合を重ねていたのは麻生太郎氏。緊急事態宣言が出された直後の4月9日には帝国ホテルで約43万円、コロナ感染防止のため勝負の3週間とされた年末もプリンスホテルで約48万円、イタリアンフィオレンティーナで約76万円など、年間の会合費は134件で1400万円以上に上っていました。ニュースポストセブン。